かかとの高い靴は苦手です。足が疲れますし、転びやすくて危険です。もう、人を治療するべき祭司の儀礼服がどうしてこんなデザインなんでしょう。はい、皆さんこんにちは、アルテマンの七瀬です。本日は新年2体目のキャラサンドラをご紹介していこうかなと思います。サンドラに関してはもともとリリース時は非常に多くの方が使っていたキャラなので、思い入れのある方はね非常に多いかなと思います。回復性能のね高さに注目していただければなと思います。では早速紹介していきたいと思います。はい、今回登場したサンドラなんですけども、制御タイプで遠距離のサポートのキャラになっております。先ほどから何度も言ってる通りザ回復のキャラなんですけども、今回のサンドラに関しましてはシールド付与したりだとか、最近流行っている免疫付与というものを持っていたり、非常にサポート性能が高いキャラとして実装されております。また経験の印と呼ばれる状態を獲得することによって、回復するね力がアップしたりだとか、この経験の印っていうのを貯めていくことによってどんどん進化を発揮していくようなキャラになっております。それではね、スキルの方を詳しく見ていきたいと思います。スキル構成に関してはパッシブスキル1個とアクティブスキルが3つの構成になっております。まず1個目、経験な祈りということで、自身または味方が神聖系スキルを発動するたびに1層の経験の印を獲得。1層の経験の印につき HP 回復量が 5% アップ、10層まで累積除去できないとなっております。最近ね、神聖系スキル持ってるキャラクター非常に多く出てきていて、このキャラに関してはもう本当に神聖系のキャラ、神聖系スキルを持ったキャラと一緒に編成してあげるのが一番進化を発揮できるんじゃないかなと思います。マックス10層ってことなので、マックスまで貯めれば HP 回復量ってものが追加で 50% 上がるよというふうなパッシブスキルになっております。続きましてアクティブスキルですね。アクティブスキル1個目、息災です。こちら神聖系スキルとなっておりまして、自身を含む味方全体の HP を攻撃力の 200% 分回復。そして自身を含む味方全体にサンドラの攻撃力の 200% 分の HP を持つシールドを付与と。まあね、瀕死の状態で打てば回復できることに加えて、さらにシールド付与することによって盤面生存力っていうのを高められる、非常にまあヒーラーとしてね持っていてくれて嬉しいようなスキルになっております。で、攻撃力なんですけども、攻撃力に関してはまあサポートのキャラということで、まあ全体の中でもちょっと半分以下のところにはいるんですけども、まあ装備だったりとか、まあ整えてあげることによって回復量を増加させたり、さらにシールドの耐久値ってものを上げたりだったりとかいうような戦い方ができますので、まあ、このキャラはね攻撃力を上げるに越したことはないかなと思います。続きましてスキル2ですね。こちらも神聖系スキルになっております。自身を含む味方全体のデバフをそれぞれ1個除去ということで、まあ味方についてるデバフをね1個ずつ除去できるっていうのは非常にありがたい効果かなと思います。さらに1秒ごとに自身を含む味方全体の HP を攻撃力のマックス 65% 分回復、3秒間持続ということで、3体生存している時に関しては9回分回復の判定がありますので、このスキルだけ見るとねビクトリアと非常に相性のいい感じのスキルになっております。またね 65% で3回回復できるというところで、約 200% 分 HP 回復できるというところがありますので、スキル1と同様ね非常に回復力高く設定されております。で、これは毎秒発動になってくるので、先ほども言った通り、その回復判定があるごとに何か効果が発動するような、ビクトリアのようなね効果を持ったキャラと相性の良いスキルになっております。加えて効果3、自身を含む味方全体にコントロール免疫。こちらは行動不能系だったりとか沈黙の異常状態を無効化する状態を付与すると。はい、そしてラスト3つ目のスキルに関しても神聖系スキルになっております。はい、自身を含む味方全体の攻撃力を 20% アップ、こちら10秒間持続、さらに経験の印ですかね、経験が6層およびそれ以上溜まっている場合、自身を含む味方全体に 50% の吸血効果を付与、6秒間持続となっております。1と2はそれぞれ HP 回復というところがあったんですけども、こちらに関しては HP 回復というよりは吸血による HP 回復になってきます。吸血も HP を回復しますので、その HP 回復をトリガーとして発動するスキルだったりとか、非常に相性の良いスキルになっております。純粋にね吸血
ス自体が HP 回復、HP 管理するのに非常に優秀なものとなっておりますので、まあスキル1からスキル3通して、まあ回復に非常に富んだ性能になっているかなと思います。はい、それではね、早速使っていきたいと思います。スキル順に関してはね、動画の、両脇かな、はい、に、置いてある通りです。まあ、噛み合わせ等はね、そこまで特段ありませんので、まあ、自由に組んで大丈夫かなと思います。耐久ってところがちょっと心もとないなって方に関しては、回復系のスキルっていうのを、まあ後半ですかね、後半の方に置いてあげることによって、まあ、そのスキルが回って敵のダメージを受けた後に回復できるっていう風な戦い方になってきますので、まあ、おすすめかなと思います。またね、特に、スキル2かなのところに強力なスキルっていうのを、まあ、置く傾向にありますので、そこの前にシールド貼ってあげたりだとかしてあげると、まあ、よりね敵の攻撃耐えたりだとか、まあ、安定した立ち回りができるかなと思います。はい、と話していたらね、敵の後ろ、クロフィアさんですね、落ちているという風な感じになっております。まあもうここまで来ると制御スキル、あ、失礼しました、神聖系スキルですね、神聖系スキルもうだいぶ打っているので、まあだいぶ印が溜まってきているということで、重たい敵が与えていけるという感じですね。はい、ブラッドレー倒されて敵全回復したんですけども、まあ一撃で3分の2ぐらい一気に削っていけると。はい、でも50層溜まってますね。はい、あとはインペリウスの一撃話して終わりかなと思います。まあ、もうここまで来るとね、全然削れなくなってきてますよね、シールドに防御力アップっていうのも相まって。はい、という感じで終わりという。モード系の再私服だそうですが、どういう意味かはよくわからないんです。すみません、私ファッションには疎いもので。はい、いかがだったでしょうか。新年サンドラですね、剣種とかで困っている方に関しては、この子が1体いるだけでだいぶ違ってくるかなと思いますので、育ててみてください。ということで今回のサンドラの紹介は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。